三重県議会は三重県に設置されている地方議会である。任期は4年。議会解散が実施されれば任期満了前であっても議員任期は終了する。現行定数は51。経費削減、自治体の合併や人口減などの理由により定数は減少傾向にある。2015年以降に実施の一般選挙より定数を45とすることが決定していたが、 公述する理由により51に戻された。議員の選出は、中選局制と小選局制を実施、議会事務を担当する事務局が設置されている。三重県議会議事堂1階にあり、地下1階に書庫を有する、延べ床面積453平方メートルの図書室である。事務局職員と県執行部職員が主に利用し、県議会議員の利用は全体の 約9%である。貸し出し比率は、事務局職員72%、議員16%、執行部職員9%。一般市民の利用も可能。資料の貸し出し負荷。1879年4月28日、第1回通常見解が開会。最初に処理した案件は、議員番号の決定と、組合幹事の選出であった。当時、 三重県庁舎内に議場がなかったため、津の岩のおを借用して仮議場とした。当時の見解の特色として、農民の利益の擁護と支出抑制が挙げられる。1948年10月1日、三重県議会と書室規定が制定され、三重県議会と書室が設置された。1971年7月7日から、県域テレビ局の30テレビにより、 県議会中継を開始した。これにより議員の出席率が向上したというエピソードが残っている。1990年12月、新しい記事堂が完成した。2008年から従来の年4回開かれていた定例会が年2回になった。三重県議会は前日の通り平成27年以降に行われる選挙においては、 定数を45にすると条例で定められていたが、その後も一票の格差を尊重する定数45杯と削減された南部の議員を中心とした定数51派の間で議論されてきた。2018年2月定例議会に51派の中から議員定数を51にする条例案が提出され3月に可決。定数48にする折衷案も水面下で 議論されてきたが頓挫し、最終的には45杯の中から定数を45に戻す条例案が6月定例議会に提出されるが、否決された。またこの問題により、第1会派の申請見え、第2会派の自由民主党県議団ともに、意見の食い違いから、分裂、脱退者が出た。2021年5月12日、2023年に、 実施予定の次回選挙より、定数を48にする案が可決した。旧民新党系の新政三重が第一会派。岩手県議会と共に、旧民新党系会派が第一会派を占める数、少ない都道府県議会の一つである。前述した、定数問題の参考のために、定数51と、平成26年に可決した、定数45改正案、令和3年5月に可決した、 定数48改正案の選挙区を記載する。2021年4月、三重県議会の小林高虎県議が自身にパートナーシップ制度などに関して公開質問状を送ってきた伊賀市の男性カップルの氏名と住所を無断でブログに公開した。小林高虎県議はツイッターに地方のパートナーシップ制度は国を追い込むための戦略などと投稿していた。三重県議会は 都道府県レベルでは初となる性的指向や性自認を第三者に暴露するアウティングとカミングアウトの強制を禁止する条例案を全会一致で3月に可決したばかりだった。なお、伊賀市の男性カップルは LGBT を表す虹色の彩色をされたグッズを販売し、行政機関や学校などで講演活動を行っており、 公開されたと主張する住所はそのグッズの通販を行っている拠点の住所である。ありがとうございます。